こんにちは。こんにちは。よいしょ。こんにちは。どうもどうも。どうもどうも。なこです。こんばんは。どうもどうも。え？何？誰かの音？え？あ、めくみちゃん125人目おめでとう。きらぼしありがとう。めぐみちゃん、お絵かき好きのめぐみちゃん、むーちゃん推しが、むーちゃん推しね。お節ありがとうございます。レベル10、125人目です。先月超えました。ありがとうございます。やった。先月がね、惜しくも超えられなかったので、とても嬉しいです。とても嬉しいです。やったね。こんにちは。どうもどうも。ギリギリ、確かにギリギリですね。かなりギリギリ。きらぼしありがとうございます。にゃっぴょーん、よいしょよいしょ、にゃっぴょーん、ちょっとこれ着てるけどね、めちゃめちゃ暑いわ。めっちゃ暑い、このパジャマ。ちいかわちゃんです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。なこなこどうもどうも。今日は比較的あったかめじゃない？比較的。え、そう、先月の私超えてきたよ。先月の私に勝ちました。ん？午前2時59って何のことだっけ？なんだっけ？豆か鬼か、どっちがいいだろう。ちょっと待って、決めたいな。どっちがいいかな、豆か鬼か。ちょっと待って、どっちがええじゃろう。豆は、なるほど。赤ちゃん鬼は、どっちが豆？豆か赤ちゃん、豆？豆な気がす。ミッションのやつ、ミッションどこだい？のぶーさん、きらぼしありがとうございます。かずまるさん、神ありがとう。読書家かずまるさん、こんにちは。豆にしようかな。あ、これが豆なんだ。え、本当にこれが豆？落花生？豆？なんだこれ、これが豆なのかい？これが豆？ツイッターありがとう。赤ちゃん鬼、これかわいい。どうしよう。赤ちゃん鬼にし、どっちがいいんだろう。ちょっと研究不足。赤ちゃん鬼は、なるほど、一個だと1026位、2個だと16。じゃあ赤ちゃん鬼にしようかな。赤ちゃん鬼にします。赤ちゃん鬼にしますもう何言ってます。あー、ゾイタンマスカットさん、ありがとうございます。赤ちゃん鬼をテロップ、赤ちゃん鬼集めてます。あ、赤ちゃん鬼赤ちゃん鬼いいのかな。あ、チリさんありがとう、ありがとうございます。マスカットさんもありがとう。赤ちゃん鬼にしてみた。福は外、違う、鬼は外、福は内。もうそんな季節か。もうそんな季節だ。もう節分ですか。赤ちゃん鬼ありがとう。悪いものをね、
家の外にね出そう。1月29日ですよね。29日、鬼は外、福は内。マスカットさん、チリさん、ありがとうございます。よいしょよいしょ。ただいま。鬼のお面ない、見つかんなかった。マスカットさん、チリプレさん、スーパーに行ったんですけど今のとこ見つかってません。悔しい。置いてあるスーパーって決まってんのかな。スカットさん、鬼、チリさん、鬼、よし、ありがとう。恵方巻きはもうコンビニセブンイレブンとかでいいかなって感じ。なんか美味しい恵方巻きとかあんま知らないんだよね。マスカットさん、チリさん、鬼、あ、マスカットさん追加、赤ちゃん鬼ありがとうございます。怖っ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 。お風呂、まあ聞いてください、聞いてください。え、嘘、ワイマにあんの。ちょっと行ったらちょっといただこう。いただこう。フォローということはラジオ配信でもね聞けると思う。ありがとう。こんばんは。 YouTube の鬼お面は置いてきてしまいました。悲しい、置いてきちゃった。そのまま車の中に置いてきました。車の取っ手のあの手持つところらへんにこうついてるところに入れた。カット、あ、確かに。あれってでも今時の人はあんまり丸々食べるぞって人いないのかもよ。どうなんだろう。いや、私も丸々一本はちょっとお腹いっぱいな理想だから、ゆっくりゆっくりちまちまと食べたいでございますね。赤ちゃん鬼、いや、私は納豆巻きぐらいの小ささが好きです。和久さん、キラキラありがとうございます。今日も素敵な背景で素敵な背景です。素敵ですね、なんかヨーロッパっぽくてね。こんばんは。こんばんは。ぬぬ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 。ほほほ。見てこよう。ライブ。ほほ。今はですね、赤ちゃん鬼ランキング。ドゥ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 、あれ、ここまだ更新されてないのかな。いないよね。いない、いないわ。10分ぐらい経たないと更新されないのかも。恵方巻きロールを4日にお安く買うといい。4日、恵方巻きロールケーキか。私しょっぱいのが好きなんだな。まあどっちも好きだけど、恵方巻きといえばやっぱ米と。恵方巻きって中身何入ってんだっけ。こんばんは、こんばんは。恵方巻き予約とかしたことない。恵方巻き、卵、桜、でんぷん。わかる。恵方巻きあんまり意識が低いかも、恵方巻きに対する。まあ食べはするけどぐらい。たくさんありがとうございます。ありがとうございます。タコチュー、タコチューありがとう。みーやさん、初見さん、こんばんは、
こんばんは。今回は赤ちゃん鬼を集めております。こんばんは。エイジさん、レベキュー、おあと1、あと1、あと1、あと1。こんばんは。かんぴょう、なんかさ、最近食べたもので恵方巻きに近いものってすごいさ、キンパ、韓国のさキンパをすごく想像してしまう。もうキンパと恵方巻きの違いあんまり分かんないもん。キンパも似たようなもんだよ。キンパがいい。韓国のなんだろう、味付けがちょっとごま油っぽいのかなが好き。山本さん、レベジおめでとう。あら、アスカさん、ありがとうございます。ありがとう。赤ちゃん、ベビー鬼ってなんて言うの英語で。ベビー鬼、鬼って何？デビル。おめでとうございます。おめでとうございます。え、なんだろう、気になる。ベビーアオコ、ベビーアオコ、ベビーアオコだ。ベビーアオコ。ほ、キンパ、キムチ入ってそう、入ってそう、入ってそう。あおおに、あおおに。アスカさん、かわいい鬼描きたいんだけど。あ、かわいい鬼描けた。デビルで合ってんだ。え、いい感じ？可愛いでしょこれ。ありがとう。デビルベイビー、あ、そうなんだ、日本の。なるほどね。ベイビーデビル集めてます。ベイビーデビル。アスカさん、ありがとう。可愛い、可愛い、ありがとう。よいしょ。みじさん、ここありがとうございます。悪魔なんだ、やばそう。キンパね、キンパいっぱい食べようと思っても意外と食べれない、意外と食べれないからな。芋たれすると思う、絶対。チリさんおる？チリさん、やっほー。あ、トラになってるトラ。ハートありがとうございます。キラボシもありがとうございます。鬼って日本にしかないそういうものって他にもなんかあんのかな、鬼以外に。なんだろう、鬼、まあ、食べ物とかはあるけど、そういう物体、キャラクターとかはあんまり思いつかないな。熱なの？何熱？知恵熱。珍しいね。風？妖怪？あー、ぬらりひょん。ぬらりひょん。妖怪ね。カッパ。確か全部妖怪だね。後輩さん、こんばんは。どうもどうも。妖怪が日本の、ちょっとなんか嫌だな。もっと可愛いのがいいな。かわいい日本のものないの？貞子、全部あれだ、お化け。お化けがもう、そうか、お化け。貞子ね、きっと来る。こんばんは。自分で今日ここの遅れでこう切ったの、いい感じになった。あー、座敷わらし最高、いいね。そういうのがいい。そういうのいいよ。なんか幸せの象徴的なものがいいな。いいですね。よいしょ。こんばんは。よいしょ。こんばんは。なこなこ外出だよ、やばいやばい。でも嬉しい。
バレないように教えてね。日本に集中してる。あ、そうなんだ。へえ。呪術廻戦途中までしか見てないからな。途中までしか見てない。一曲歌おうかなと思います。最近アンカーの充電ケーブルをね買いまして、すごく充電が早くていい感じです。ハローキティ、あー確かにプリキュア、プリキュア、え、チリさん熱なの？それとも風邪なの？ニューパジャマです。私に絶対見たい。大好き。リラックマとか、私んちとか、大好き。ときめき、歌います。西部の連中が、水のないプールでそこで掃除をし始めた。今空のカレンダーめくりたくなる。ずっと先だけどもう準備しようか。風も日差しも木々もよろしく。君にときときめきめきと決めて気持ちがそわそわするよ。本当は黙っていようって今日まで思ってたのに。ときときめきめきときめいてなぜだか抑えられない。僕の思いを伝えよう。季節より一足先に。小石さん神ありがとうございます。そう、自由のです。ちょちょほらありがとう。赤ちゃん鬼どれ？鬼のやつわかるかな。鬼のクマちゃん。ブレザー脱いだ生徒が多くなってきた校庭で、真っ白なシャツが眩しい。オセロは白の勝ち。ほらカーテンが揺れる教室の窓。横切っていたチャイムが鳴ったらもっと自由に来いよ。かったろう。君が好き好き大大大好きだとしても言わせておくれ。みんなに秘密にしていた。こんなに切ない思いを好き好き大大大好きだ。かすかな一人ごとみたい。まさか聞こえてないよね。失礼なら梅雨入り前に。ポンさんキラキラありがとうございます。ねえこの空の青さすがすがしいね。近づいてきたよ。待ってた足音期待してる夏はもうすぐ。君に僕はときときめきめきときめいて気持ちがそわそわするよ。本当は黙っていようって今日まで思ってたのに。ときときめきめきときめいてなぜだか抑えられない。僕のこの思い伝えよう。季節より足先に。わわらさん赤ちゃんこもありがとうございます。ルルルル。みきちゃんわかったかな。これこのバーバラさんのなんだこれ、ね、手に何持ってる。手にこういうトゲトゲのトゲトゲのもの持ってる
トゲトゲのもの持ってるやつです。トキエさん、ジジありがとうございます。季節よりひと足先。38度、38度、やばいですね。あ、のぎさんのトキトキミキミキでした。トキトキミキミキ、金棒、鬼に手に金棒です。さて、ナイスときめき、ありがとうございます。ナイスときめき、ありがとう。ねえ、空のカレンダー、38度やばいね。一番だるいやつ、一番だるいやつだ。でも私もね、なんか若干、ちょっと若干微妙に風邪気味、ちょっと若干ちょっと若干微妙に風邪気味ね。おとなしくしないと、ね、悪化しないように、あれなんだっけ、あれ飲んで、カッコン糖、カッコン糖飲んでビタミン取って過ごしてますわ。こんばんは、ゆうさんもこんばんは。そういう時期なんだろうな。そして寝る。いや、大事大事大事。もう3回ぐらい飲んで、朝起きてお昼に飲んで今飲んで4回だ。寝る前も飲んで、ちゃんと寝よう。なんか節々がさ、なんかちょっと痛い感じ、やだね、やだ。絶対絶対悪化させたくない。今ちょっと楽になったから今は大丈夫なんだけど。みきちゃん、ありがとう。え、節々でもね、やばいよね。でもたまにそれだけで終わる時があるから前回が、あ、ちょっとやばいかなと思って飲んで、え、そう。でもどうだろう、疲れとかそういうものでもさ、ね、節々痛くなるっていう人もいたりするから、風邪とかね、どうだろうね、じゃないと思うけど。でもまあ私的に喉の乾燥の方がね、結構ね、やばい、怖い、ちょっと怖くなってきた。忘れてたの私忘れてた、ね、何もないものだと思って。怖い。たまに、たまに痛くなる。怖い。前回みたいにちょっと乗り切りたいんだけど、まあそれ、それ以外は特にないからね。送ろう、こっちでしょ。あいち、あいちこっち、あいちこっち。あ、チリさん、チリさんのはじゃあ中間、中間で3人でばらけてもろて急に節々が、ちょっと一瞬お茶持ってきます。ちょっとお茶持ってきて。え、高虎さん2回おめでとう、おめでとう、すごい体そんなに痛くなることある？私はなんか痛いなと思ってもなんか筋肉痛くるかなぐらいかも。ちょっと一回お茶持ってきます。ちょっとお茶持ってくる。ちょっと待っててね、ちょっと待っちゅね。待って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 、すぐ戻ってきたよ私すぐ戻ってきたよ。ヨさんありがとう、レベル30におめでとう。赤ちゃん鬼ありがとうございます、ありがとう。え、早く反映されないかな。え、すごい、ありがとうございます。ヨさん、イエーイ、いっぱいいっぱい赤ちゃんに。あれ、でもここには出てこないんだ。ありがとうございます、みんなご自愛。
ありがとう。ヨさんは特にないですか？健康ですか？高虎さんとかもなんか耳の中だとちょっと具合悪いっておっしゃってたよね、前ね。大丈夫かな？今日 いないね。ありがとう、アサイさん、神ありがとうございます。よ、あ、ドスコイじゃん、昨日。ありがとう、ヨウさん。ヨウ、ガールズバンドだからガールズバンドっぽい格好。ガールズバンドっぽい子。できた、私の思うガールズバンド。はい、3、2、1、じゃん。どう、ガールズバンド平熱戻りました。早っ、よかったよかったよかった。でも安静にする期間ですか、高虎さん。ウクレレかな、ウクレレっぽい、ウクレレっぽい。私的にちゃんとエレキギター書いたつもりなんだけど、ガールズバンドです。文化祭、確かに文化祭にいそう。ありがとうございます。お相撲さんと体調は特に問題に、金曜にアンダラ、アンダラで声出しすぎたので。あれ、金曜日のアンダラって場所どこだっけ。なんかふわっと誰かに言ってたような気がする。どこだっけ、アンダラって場所。かわいい本当に多分ちゃんと、なんだっけ、思い出した。ショーやーとガーチャリックスピンの方がかわいい。こんばんは。チケットは、あ、みなとみらい MM、 みなとみらい M、 あ、玄蔵さん早めのチラ、こんばんは。昨日見つけたよ、最後ね、見たからね。ララ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 ラピクミン、ララ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 ラ、すみあきさん200回目訪問おめでとうございます。ララ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 、キラキラ、ありがとう。え、ちょっと今すごいんじゃない、見に行こう。更新されたかな、赤ちゃん鬼ランキング。えぇ、すごい、めっちゃ上にいた、すごい上にいた、5位にいました、5位にいました、すごい、ありがとうございます。わあわあ、すごい、あ、千声ありがとうございます、すごい。ピアリーナの近くだとライブある時レシート素敵なメッセージが、え、そうなの、どんなメッセージですか。え、この後ライブ楽しんで見ててくださいね的なドトールの店員さんがでもそれしてくれるの、すごいね。すごい。それは何、坂道のグループに限ってじゃなくても、とりあえずなんか今日とりあえず今日なんか人すごいなって時はライブ楽しんでってねってみんなに書くんかな。すごい、すごいね。向かいのビルのドトラ、みんな知らない人、ええってなってるよえ、それはちょっと気になるね、みんなね。乃木坂なんだろうな、どうなんだろう、すごいね。実は
店に事前に入ってるのでは、実はファンの方ではないのかな、どうなんだろうね、気になるね、気になりますね。やった赤ちゃん鬼3位になってます、ありがとうございます。どれどれ見に行こう、ドキ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 、おーすごい、さっき反映されてなかったんだ、ありがとう。節分イベント2024赤ちゃん鬼だとですね、えすごい、7位以内に入ると商品をもらえる、4位か7位だと高級ヘアオイル、コスメセットめっちゃいいね、わあスイーツのカタログギフトやば、ヘアアイロン、そしてクオカードペイ5000円、中盤電動歯ブラシが4位から7位、3位だとそれにブランドのハンドクリーム、これめっちゃいいやつなんだよね、これ絶対ね、あれなの、シャネルのハンドクリームだと思う、噂にお聞きした。そしてショールーム店はお肉のカタログギフト、キャー高級ブランドのディフューザー、キャー、なんかちょこちょこ変わってるね、旅行カタログギフト、キャー、家に1個ありますそしてアマゾンギフトカード1枚分、キャーで2位になると、それにプラス防水 DVD プレイヤー、ワイヤレス便利ワイヤレスイヤホン、超音波美顔器付き超豪華スキンケアセット、やばいいな、最近 SK2 とかめっちゃ気になってる。そして有名メーカーの電気調理鍋、わお。で1位だと2つ選べるっていう感じです。はい、戻ってきました。キャー、ちょっと待って見えてなかったんだけど、源蔵さん絶対タイミング狙ったでしょ、キャーってあなこちゃん絶対画面見てないなって思ってたでしょ今、こうやってありがとうありがとう、だからそらさん神ありがとう、ありがとうありがとうございます、キャー、私そしたら今2位だね、ありがとう源蔵さん、お久しぶりです。最近何か変わったことありましたか、源蔵さん。あ、そういえば私はですねまた私の話挟みますが、私はイエベハルとか最近ほら僕が見たかった青空のさ名前のさ横にさ、みんなパーソナルカラーって書いてるじゃないですか、あれを何かなと思って調べたんですよ。そしたら私はブルベ夏一択でした、一択だったの、イエベ1ミリもない、もう何もない、もうただ単に本当に 100% ブルベ夏でした。ちょっとねそういうご報告、コロナになりました、もう治ったの、今って流行ってるの、コロナって、コロナは熱が出る、怖い、コロナは怖い。源蔵さんありがとう、メロンと桃持ってます、ありがとう、ありがとうございます。第10波やば、10やばい、メロン、源蔵さんといえばメロンと桃です、ありがとうございます。
よいしょ。くま、この白もね、なんか白も200色あんねんって言うじゃないですか。この白は私はあまり似合わない白なんですよ。会社すべてラッキーですえ、あと今日が20、結構長いね。待って、29でしょ、29 29 30 31 3日。まあ拍手することじゃないけどね、健康だったら嬉しいね。結構治ってたら、まだ治ってなさそう。急上昇、怖い。なってないように、なってませんように、なってませんように。え、気をつけよう。でも気をつけることは気をつけてるだけど、なんかもうどうしようもない時ってあるよね。まあ、その時はその時はその時です。そう、え、わかる。そう、マスクとかめっちゃ消毒とかめちゃめちゃちゃんとしてるし、帰ってきたら手洗いうがいとかしてるし、でもそれでもさ、もうさね、わかんないよね。なんかもう体内に入ってたらさ、それしてもさ、どうしようもないしさ、なるときはなるしさ。何度ぐらい出ました、玄蔵さん。そう、ロキソニンがある。頼りすぎ、ロキソニンに。全然してないけどすごい。やっぱ私もそう、多分ある程度ね、ちゃんとねしてるけど、でも手洗いうがいは絶対した方がいい流行ってても流行ってなくても。じゃあ何で分かったの、玄蔵さんは。高熱じゃなかったら、だいたいみんな熱かと思った。チリさん気をつけてくださいね。なんか怖いね、喉なんだ。私も意外と乾燥じゃなくて、怖い。いや私は多分乾燥。チタリと車で4時間ぐらい一緒にかかる。すごい、やばいね。4時間一緒に移動してて絶対もらってるって、絶対もらってる。すごっ。かかり、うつりやすい人とうつりにくい人っているよね。検査キットってなんかすぐに出るんだっけ、めっちゃ一瞬だっけ、ちょっと待つんだっけ。手洗いうがい、手洗いうがいしてればとりあえずね、とりあえずね、まあなんか生きる上でまあ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 最低限のくらいだよね。他にもなんかある、手洗いうがいして。あとなんだろう、花粉とか、花粉落とす人とかいるよね、玄関とか。わかんないけど、みかんくんありがとう、くまちゃんにこありがとうございます。あのジュラピケも来てます、キュラピケも来てます。最近この子が多いけど、またこの子の次はジラピケに戻ります。マシューさんありがとう、おーありがとう。チュルルルルルンラララララン、赤ちゃん鬼、おーすごい、2位をキープしております。ありがとうございます。やったやったー。わしゅうさん、みかんくん、わしゅうみかん、わしゅうみかん、ある程度は触れないといけない。わしゅう、わしゅうみかん。みけちゃんレベル16おめでとうございます。でも私も多分ね弱ってると思う。最近なんか大きいのないからさ、多分そろそろ来るんじゃないかなってなんとなく自分で予感してる。
笑うのも免疫。え、そうなの？笑おう笑おう、みんなで笑おう笑おう笑おう。みかんくん、みかん、みちゃん、ありがとうございます。くまちゃん、ありがとう。ね、思った、私も和州みかんってありそうだよね。なんか和歌山あたりにありそう。和州みかん、和州みかんさん、ありがとうございます和州みかん、三日日みかんの次ぐらいに有名そう。和州さんはあれなんですかね、バイクが好きなんだ。バイク、温州、それだ、なんか似てると思った。温州、和州、それ。でも私配信でいつもね笑ってるからね、すごくね強くなった気がする、強くなった気がする、免疫ついた気がする。和製みかん、温州みかん、なるほどね。なん、何州っていうのが多いんだ。バレた、知ってますよ、知ってますよ。このバイクで、拾ったバイクで走り出すみたいな曲あるよね。バイク走ってんだ、すごいね。臭い部、いやほんとみんな健康になると思う、笑ったら。やっぱね、明るいのが一番ですね。明るい、なんか明るい環境、友達とか周りをそういう人にいてもらうっていうのはすごく大事だと思うんだけど、あの YouTube とかでもあのね、お笑いとかさ、何見てるだけで私は絶対健康になると思う。 TikTok とか絶対楽しい、絶対楽しい盗、違う、盗んだバイクで走り出すすごい、すごい曲だね今思うと今だったら怒られそうじゃない？盗んじゃダメ、あい、伊藤、伊藤さん2回目の訪問ありがとうございます。瀬戸かはるか、名前じゃん、清美、瀬戸か、瀬戸かちゃん、はるかちゃん、清美ちゃん、えーすごい、絶対みんな自分が作った人の名前そう。あ、目出来がってる？ちゃんと面白い、面白い配信にしないと。昭和の荒れた時代。やだね。平和が一番。平和が一番。コンプラ大事。なんか最近は、そういう曲ある変なとこ入ったそういう盗んだバイクで走り出す的な曲はありますか？その時代から見たらダメなんだ、なんとか、うーん、盗んだバイクを買わされた、どういうこと？盗んだバイクを買わされた？え、やばいね、みんな乗っかりすぎでしょ。うっせえうっせえ、あー天才、うっせえは一番一番あれだね、反抗してるわ。七子バラ、あ、あ、花なんだ、バラ、何色、え、どういうバラ、ちょっとさ花言葉とか教えてよ。私バラの花言葉結構知りたい。黒いバラをね最近見てね、でもなんか買うか 迷わなかったえ、すごい珍しい、すごいって思ったけど、なんか黒いバラめっちゃ怖いんだよね。なんか美しいというよりかはなんかめっちゃ怖くて、なんかね花言葉とか知りたいなと思った。さっき豆さん、豆さん、
そういえば最近買ったさ、ちょっとさ茶色っぽい、あ、ちょうどあったわ、茶色っぽいさ、なんだリップあったじゃないですか。今まで買ってたリップだいたいこういうちょっと茶色っぽい大人っぽいカラーを買ってたんですけど、これってブルベ夏とは本当にこれこの色真逆の色なんだって。終わった、見てこういうこういう色なんだけど、私が一番似合わないカラーをこれねつけてたわ、やばい。ブルベ夏ってどんなもんなんだろうって、いろんな色紙とか今まで使ってる化粧品とか調べたところ、これいっちゃダメ。お洋服とかも全部ね気をつけないと怖いわ。こんばんは。みんな意外と楽しいよ、自分のあのカラーが分かると。ダメなものたくさんダメなものたくさん。でもね、そのめちゃ詳しい人に聞いたの、聞いたら似合わない色をつけてると、あのねこの目の下のクマがめっちゃはっきり出たり、老けてる印象にガッて持ってったり、肌の荒れてるのがめちゃくちゃ目立つような色を着てたり、結構ね私も似合ってたら好きなの着たら着たりとかね、メイクとかもしたらいいじゃないかなと思ってたけど、全然違う、全然違う。多分ね5歳ぐらいね変わっちゃう、5歳変わる。しっかり調べたら顔の輪郭もなんかこの色を着ると顔が大きく見えて、この色を着ると輪郭がしっかり色が出ますとか、首の色がなんか暗くなったりとか綺麗に見えたりするとか、めっちゃねすごいのよ。見えたの、全然全然違かった。気をつけないと大事故を起こすっていうことをそう分かって、ちょっとね全部化粧品とかあのねなんかこれでさ全部化粧品買い替えますっていうのもちょっとさね、ちょっとそこまでは言わないけど、次買うとしたらこういう明るいブルベ。ありがとうドキキュンさん、ありがとうございます。そうブルベ夏のものを買った方がいいですってお話を受け、わ絶対そうしようと思った。5歳プラマイ5歳も変わるし、肌がすごく一気に汚く見える、赤みが出たりとかするお洋服とかメイクとか、えマジで知った方がいい。え本当に知ったら一気になんかね垢抜ける一歩になるんだろうなってすごくね思ったな。なドキキャンさんありがとうございます。本当一回ね、一回知ったら一生変わることがないんだって。だから一回ねちゃんと見てもらったりとかね調べたりとか、意外と自分で診断とかでもできたりするから、すると本当に変わる、めっちゃ変わると思う。服選びもなんか悩んでたけど、やっぱ色的にはこっちにしようとか、すごくねいい経験だと思うよ。ときちゃんさん大事、めちゃめちゃ大事だった。ときちゃんさん一回ね騙されたと思ってね話聞いたらですね、こんなに大事なんだって思ったの。およいしょ、ときちゃんさん鬼ありがとうございます、ありがとう。猫おこちゃんみたいになった、ありがとうございます。
よいしょ。ちゃんと、でも私もちゃんメイクはね絶対自分でした方がいいと思う。なんか自分で使うアイテムを選ぶ時の基準にはなると思う。なんかメイクは本当に私も成人式とか知らないメイクさんとかにお願いすると大体やばくなる。めっちゃやばいめっちゃやばい。本当に自分が好きなメイクになる時ってほぼないから。でもね、リップの色を変えるとかアイシャドウの色を変えるとかヘアカラーをどのぐらいのトーンの明るさ暗さにしようかなぐらいの、それぐらいの、なんかめちゃめちゃこうこれがダメっていうことじゃないんだって。赤は赤でもこういう黄みの入った赤はいいんだけど、赤みが入った赤はあなたの顔がすごく一気に暗い顔にトーンがガッて下がって見えるからやめた方がいいよぐらいの。だからね、好きな色の微妙にニュアンスを変えるだけでめっちゃこれは良かった、いい発見をした。なんかジャンファンクラブハビンミン、なに、なぎちゃんフォト OK。 Thank you パクさん、センキューパクさん、見ますね見ますね。でもね、持ってる化粧品全部が真逆の色を、反対の自分のパーソナルカラーと真逆を持ってたのはねすごく衝撃的でね、勉強になった、勉強になった。意外と男性の方もねめちゃめちゃあれなんだって、今そういう風に何パーソナルカラーを。でもどんどんさね、何、僕はあの子たちもプロフィールに載せるぐらいだからやっぱりね有名になってきただろうね。そうブルベイエベとかオータムとか、なくちゃーん、ひひ何、ひひじゃん、あ、でも読めない読めない。うん、イエス、パクさん見たよ見たよ。でも本当にね診断でね、なんだっけな、こう日焼けをした時に赤みが出ますか出ませんかとか、なんかね意外と簡単にねパーソナルカラーはねわかる。でめちゃ大まかにわかる。ちゃんと人に見てもらったらそうだね、もっとちゃんと明確に分かると思うけど、でも全然診断だけでも楽しいと思う。リップ男性の方服なんか顔の下に持ってくる T シャツとかアウターとかトップスをあの真逆の色を持ってこなければ、靴とか小物とかは別に何でもいいんだって。とりあえず顔の下に自分のベースの色と真逆を持ってこなければいいから、意外と簡単に印象をよくできるらしい。はじめまして、何マツツ。でもねそれは多分オータムとか多分出るんじゃないかな、バーバラさんは。年中日焼け、でも黄みがあるか赤みがあるかの色味むずい。黄みか赤みか、でも本当に普通の人じゃね分かんない、目では目視では分かんないっぽい。なこちゃんの持ってる俺でもゾイタン、ゾイタンの、ゾイタンの肌の色どうなんだろう。ちょっと今度トーク会とかあったらすごいすごいしっかり見よう、しっかり見よう。ルナナ、ルナナだけ、ルナナだけ。あ、 T シャツあるか、どっちも美味しそうだな。黄みか赤み、黄みか赤み、
卵か魚ってこと？私黄身あんまり得意じゃないんだよね白身が好き。ショールームおかしい？どこが？どこがおかしい？青子最高。みけちゃん髪ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。君は声、君はメロ、確かに確かに、赤身と黄身、そりゃマグロユッケ丼の未来だわ未来だわ。この白似合わない白、私が、確かに顔赤く見える。本当に私はピュアホワイトが一番似合うんだって。だからこういう色、この色に本当はお洋服とかもしたら顔の赤みとか肌も綺麗に見えるらしい。肌荒れしてもこういうのしたら全然目立たなくなるらしい。お得。わかる、パサパサの黄身無理、あの半熟がいい。似合わない白、これが似合う白。うーん、面白い。みけちゃんありがとう、こんばんは。私意外とあとグレーとかも似合う。あ、そう、インスタに載っけたアフタヌーンティーの時に着てた白はめちゃめちゃ顔の色が綺麗に見える白なんですよ。天才。こういう黄身私絶対入れちゃダメなんだって。もし白だったらもう真っ白系。あ、こっちの T シャツとかの方がいい。ね、全部ピュアホワイトにしよう。ピュアホワイト、私好きだったけどね、ベージュとか。でもベージュは私をの良さを半減するカラーらしい。ちゃんと服選びしよう。カタミラの衣装、ああ、そう、あれ、ああいう色、まさにその色が私のパーソナルカラー。天才。そう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 、単語の感覚、え、そう、パクさん読みづらいショールームおかしい。パクさんジャパニーズ、たくさん、たくさん、 Can you speak Japanese? Japanese? 200色あるから。アンミカ様はね、アンミカ様カレンダーがすごく気になっておりまして、私アンミカ様のカレンダーはすごく元気が出ると有名で素晴らしいのよ。なぎちゃん好き、オンリーなぎちゃん、ノーノーなぎちゃん。だだ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 。なんか真っ白いものないかなと思ったけどないわ。ダメな白、顔が赤く見える。確かにこれだと普通に鍵入って分かんないな。これだとここに当てないと目立たなく見えるらしい。これしかない。ルナちゃんピュアホワイト、そう、ルナちゃんはピュアホワイトです。これ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 、あー待って、手の届く距離にあのお洋服あるよ。ちょっと待ってね。ありましたよ。私がこの色はよりもこっちのいくよ。やっぱりここまで真っ白にすると肌が綺麗に見えるとのことでした。ここまで、これかこんばんは。ちょっと暗いからね、ちょっと分かりづらいけど、これ。そう、バーバラさんその色、この色です。これは
赤みがちょっと目立つ。確かになんか全体的に赤く見えるよね。白を着てるとちゃんとほっぺだけがピンクに見えてる気がする。ここがちゃんとピンクだなって感じね。ピンクの色味が変わる。うんうん、なんか一気にピンクがさバーってなんかどこがピンクか分かんなくない？全体的にピンクだなって感じすいません。これがねでも大事ですよ。こうするとここら辺がピンクなんだなって感じしない？色を分けるとここのほうれい線とかここのクマが一気に影が減るんだってかいかいかい、それはそれで嬉しい。これからはめちゃめちゃなんかずっとさかわいいずっとかわいくあるにはやはり研究が必要ですよ。だからそういうところはねちゃんと頑張っていきたい。意外とこういうカラーも私は肌がすごく白く見えるらしい。この色が両方とも天才カラーです。どう？これはちょっとぼやける。輪郭と目もぼやけんだって。目もぼやけるらしい。F よ。これがはっきり目も輪郭もはっきりするカラー2色。どう？はっきりしたように見える？はっきりしたように見えますか？ぼやけるよ。3、2、1、ぼやけた？赤み出るよねやっぱり。面白い。許可なしのスクショはご遠慮いただいておりますダメですよ。ダメだよ。ニットコーデ紹介だと思いきやのあのパーソナルカラーについて語ってました。本当に知るといいことたくさんあるから、みんなももし迷ってたりとかしたらぜひ受けてみるのはすごくいいのかなと思います。今曲君はメロディー、君はメロディーメロディー美しいハーモニーハーモニー。そう、私はピュアホワイトで、そうだね、ナクチャリス高猫ニューソン、おーイエスイエスイエス。嘘だ。あ、鼻高くなってる。イエベアキタイプでした。おー、イエベアキ、イエベアキといえば男性だとあれだよ、あの君はポップスター平井堅さんとか平井堅さんとか阿部寛さんとかのタイプ。あー、あとキムタクさんとかだよ多分。キムタクさんとかがイエベアキなんじゃないかな。ネイルキラキラ、パクさんごめんね、ごめんね、パクさん、パクさんごめんね、パクさんごめんね。あと誰だろう、
ザもう秋の色が似合うはず。黒とかは選びがち、みんなコーディネートをする上ですごい選びがちだけど、意外とオータムもウィンターも黒はあんまり得意じゃないはず。だからウィンターだとなんかからし色みたい なんか黄色でもなんかちょっと紅葉っぽい色とか、濃いちょっとなんだろうな、緑は緑でもお抹茶みたいな、抹茶みたいな緑とか、すごいオレンジ、茶色っぽいオレンジとかが似合うはず。キムタクと一緒です。ニュータイプさんありがとうございます。ありがとう。そうだよ、ない、パクさんニューソングダムにない。ダムノットダムノットダムナッシングダムニューソング、くすんだ感じの色だろうね。くすんだ感じの色味、まあ、男性の場合はメイクをしないからすごく分かりやすいよね。お洋服ですぐにでも変えられる。でも印象ってめっちゃ大事な気がする。印象、もちろんね、自分がもう好きなものを着てメイクするのがそれ一番いいと思うんだけど、ほんのちょっと色味なんかニュアンスをちょっと変えるだけで自分が好きっていう色お洋服のままでさらにもっと周りから見ても可愛く綺麗に見える印象にすることができるから、なんか周りを気にしてというかそういうので思うんじゃなくて、なんかちょっとより自分に似合うものを探す、好きな範疇でで変えるのがすごくいいんじゃないかなと思います。はい、パーソナルカラーにハマってる私でございます。大事、アドバイスもう大事だよね意外と。周りからね、周りからどう見えるだけで、あんまりそう印象だけで、そういう印象だけでね生きていくのは嫌だけど、どっちも叶えるぞっていう感じのイメージでですね。ですね。やっぱね、印象悪いかよく見られるかだったら、どっちかといえばもうよく見られた方がいいじゃないですかね。それぐらいです。ポテト、こんばんは。私もちょっと研究、ちょっと、ね、自分の研究をねしっかりしていこうと思います。こんばんは。パステルカラー、私はね薄いパステルカラーめっちゃ好きで着てたんだけど、やっぱねそれもあんまり良くなかったっぽい。めちゃめちゃ顔がぼやける、目元も薄く見える。なんかね、私はあ似合ってんじゃないかなと思って好きだったんだけど、似合ってないんだったらちょっと変えようと思ったなんかパステルはパステルでもふわふわーっていうもう色じゃなくて、白が混ざってるようなパステルじゃなくて、ちゃんとただ青じゃなくて水色ぐらいの、それぐらいの、緑じゃなくて普通に黄緑ぐらいの色が似合うらしいので、ちょ気持ち私は濃い色をね取り入れようかなと思いました。マーブルさんありがとう。あすごい、あっちゅう間にこんな時間ですね。
すごい1700何65ありがとうございます。ありがとうございます。君はメロディーメロディー懐かしいハーモニーハーモニー。でもね、世の中の人多分みんなが服着ないわけじゃないから、多分服選びってみんな悩むと思うんだよね。悩むんだったらもうパッてね、自分の似合ってる色とか、ね、形とかウェーブとかストレートとかもいろいろあるけど、色を知っておくだけでも楽に服を選べるような気がするよね。それだけでね、めっちゃ選択肢がガッと狭まるから。私も超服選び苦手で、超服選び苦手、特にグレールとかさね、なんか届いてあれ全然色違うってさなること多くってさ、だからちゃんと見てね買おうかなってすごく思いました。マブルさん髪ありがとう。確かになんか目の印象がぼやけてるような気がするくない？自分でわかる気がする。なんかいつものさピンクのさ最近着てるさセーターあるじゃん、あれとかすごく最近めっちゃ配信してて、あれなんか今日顔ちょっと漏れてるなって思ってたんだよね。でなんでだろうって思ってたのも絶対その夏、ブルベ夏サマーっていう色を使ってたから、あいつもよりなんか配信めっちゃいい感じだなと思ってたの。なっさんこんばんは。ちょっと男性はあまり興味がないかもしれないけど私ね知ってて損はないことだと思うので、ちょっと調べてみたら面白いんじゃないかなと思います。あとあれとかね MBPI とかね性格診断とか意外と面白いよね。なんか会社とかのさ面接とかで取り入れてるところが会社があるぐらいにさ多分意外と信憑性があるもんじゃないのかなって最近すごく思ってた。こんばんは。コーデ関係の話でも友達とかさ異性のさ友達とかにさこのお洋服どう似合ってるとかそういうさ聞くことってあるの？やっぱさ女の子受けとさその男女でさ異性で受けるお洋服色味とかさ全然違うさね、面白いよね。あ、ハム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 、ちょっとどうせだからね、ハムタ、ほほほほ、あ、今日1時間見たのに1回しか歌ってない。あらら、話すの夢中でしたわ。話すのに夢中でした。今日は1月29日30こう走るよハム太郎隅行こう走るよハム太郎1月30日です。本日火曜日もよろしくお願いします。やっぱり走るよハム太郎。ゆうさんありがとう。ひでとさん100回目の訪問おめでとう。どこを回るやハム太郎、会社を回るやハム太郎、みかんかありがとう。ひまわりの種回ると嬉しいハム太郎。みかんくんしろサリムありがとうございます。眠るやハム太郎、どこでも眠るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、やっぱり眠るよハム太郎。喉痛い玄蔵さんありがとう
キャンプさん、お豆ありがとうございます。豆ありがとうございます。お、白若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 、たきキャンさんありがとう。今日はすごい女子トークをね最後しましたね。女子トーク、パーソナルカラーなんて女子力高すぎ女子力高すぎる。私も今まで全然気にしたことなかったんだけど、なんか大事っていうのをね聞いて、私もパーソナルカラー星人になりましたパーソナルカラー星人ね、見分けられる人は本当すごい。私は全くわからない、わかんない大いに役立ちそうです。おお自分で調べて、素晴らしいですね、偉いですね。ね、そうやってさ、おしゃれに対してさちょっとさ意識して、こういうなんかそういうだけでもさ偉いよな。もう適当にさ、もうさ手切れればいいやみたいな。私のお父さんとかそう切れればいいやって言ってさ、まあ私のお母さんがそんなことはさせないんですけどそんなことさせない。やっぱね、女の子は多分お洋服に対して、でも男性の方でもこだわりある人は死ぬほどこだわりある人いると思うけどね、でもちょっと気にするだけでもさ何でもいいやと思ってる人とのさ違いってさ、本当にめちゃめちゃ、女の子だったら一瞬で見てわかると思う。一瞬でわかるよ、意外とバレてないと思いきや、そういう細かいところを女子はね、こういう細かいネイルなんかでね、本当にねこういうネイルでね、わあネイルかわいいだけで1時間話せるぐらいのねこだわりがみんなあるからね。美容院どこの行ってるのとか、まつげパーマどこの行ってるのとかで本当に1時間喋れると思うぐらい、女の子はこだわりがたくさんあるよね。 見破られるよあ、この人お洋服にあまり興味がないんだなとか絶対一瞬で多分ね分かるで。20年前に来てた方20年前。でまあ私のお父さんってもうマラソン大会の T シャツばっか着て、お母さんはダサいからって言ってるけどずっと着てるけどね、そういう人もいますそういう人もいます。でも幸せそうですから、何にも何にも悪くないゼッケンじゃない、うん、なんかマラソン大会の終わった後にもらえる T シャツ第何回みたいな、なんとかなんとかなんたらみたいな。パクさんありがとう。ヒッチッチさん、お豆豆もっち、ヒッチッチさん、そしてお紅茶、お紅茶はないわ、お紅茶違う、ここはありがとう、ありがとう。ブルベに似合う色はね、髪色はですね、なるべく明るすぎない色、黄色く、黄色みがあまりない色。意外と私髪の毛落ちたら赤く色落ちてくるんだけど、それは意外といいんだって。私赤くなるのすごく嫌だったんだけど、それは意外と大丈夫、似合ってるらしい。だからピンク系とか、もし派手なカラーにするならピンク系とか紫とかも全然大丈夫で、でもそんなピンク紫って言ってもちゃんとあれだよ、あれだよ、何、本当にこう黒黒ブラウンにほんのり入ってる感じですよ。ほんのり集まっ、ん、赤ちゃん鬼集めてます、はい、こんばんは。そうと、あとはなるべく暗めのブラウン、暗めのブラウン、暗めのブラウンで本当に黄色が入ってなければ大丈夫。だから意外と今のカラーはちょっと青みがあるんだよね、なんかで、ちょっと落ちてきたから今ぐらいがちょうどいいだと思う。イエーイ、ありがとうございます。10位ありがとう、イエーイ、こんばんは。鬼2位です、ありがとうございます、ありがとうございます。
と男走るよハム太郎隅っこ走るよハム太郎20分ぐらいまで12時20分ぐらいまでのんびりやろうと思います。皆さん寝る準備がある方とかね、あと具合悪い方なんか最近縄組の方具合悪い方続出してる気がしますね。ちょっとお休みしながら見てくださいね。ナイスミドルさんレビュー8おめでとうございます。私も気持ち関節痛がするのがちょっと気になるところですが今は元気です。今は元気です。ダラララーンダラララララララこんばんは、こんばんは。どうしようかな。思いつかないぞ。思いつかないぞ。ダララ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 ラ。一番王道なこれにしようかな。今日ラストの曲です。今日ラストソングでございます。人生捨てたもんじゃないよね。
ありがとう。あと47で2000盛り上がりになります。カモン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 ベイビー、うらなってよ恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ、ヘイヘイヘイ。月を呼ぶには笑顔を見せること、ハートのフォーチュンクッキー、運勢今日よりも良くしよう、ヘイ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 。人生捨てたもんじゃないよね、あと驚く奇跡が起きる、あなたとどこかで愛し合える予感。ちょっと待って、さんハートありがとうございます。今日のラストソング、恋するフォーチュンクッキーでございました。ありがとうございます。ポンさんありがとうございます。ポンさんありがとう。パチパチありがとう。なんだもう朝かと、ひとりごつ泣けたパンにバタぬりぬり、なんか雨がやけに湿って、生乾き変な足跡だと思ったら、木の場につけた足跡、本日は南国公園20241月29日にお越しくださりありがとうございました。迷いのさん、カウンターに落とし物が届いております。公演が終わり次第受付カウンター5番にて落とし物のぬいぐるみをお渡しいたします。本日は誠にありがとうございました。帰省退場を行います。ステージ向かって右側2階 B15 列からお帰りください。扉を開けると風圧がとても強いのでお気をつけください。本日は誠にありがとうございました。大変な混雑が駅にて予想されております。皆様お気をつけてお帰りくださいませ。以上、なんこでした。ありがとうございました。はい、ここは東京ドームシステムでした。え私これ帰りだから帰りだから帰り、そう、今日はドーム公演でした。ここはドームでした。こんなこと言うのかな、風ドア開けたらすごい風が吹きますとか言う。でも知らなかったらめっちゃびっくりするよね。さすがに言わない。まゆごさんありがとう。なんだもう朝かと、いったりごっつ受付遠いよ。2000超えました、ありがとうございます。そっか、
まゆごさん2000超えた、ありがとう。吹き飛ばされそうになった。後ろの窓も開けない。あ、そうなの、そんなのあるんだ、ありがとう。まゆごさんはあれになさそう、みかんの種類にならさそう。なんだもう朝かと、ひとりごっつ。もちりさんは寝たかしら、ちりさんは寝たかしら。さすがに具合悪いもんな。1月29日いいお肉の日。マスカットさんお風呂上がったのかな、ありがとうございます。ちりさん絶対無理せずにお気をつけてお過ごしください。あすかちゃんありがとう。あ、あすかちゃんでいいんだっけ。あすかちゃんピーナッツバターもありがとう。そしてみかんくんパジャマありがとうございます。そしてわしゅー、わしゅーみかんありがとうございます。わしゅーみかん、あれ、ほ、そしてこちら、ほ、ヨンさん、アスカくんごめんなさい、アスカくん、ヨンさん、ガールズバンドな、ガールズバンドセブンチャイルド公演ありがとうございました。帰り道お気をつけください。セブンチャイルドでした。はい、玄蔵さんどうも。メロンピーチメロンなこです。今日もありがとうございました。ピーチメロンですわーい、おかげさまで2位まで来ることができました。ありがとうございます。ドキドキキャンプの迷い子さん、ドキドキキャンプでドキドキ迷い子さん、ありがとうございます。わーい、で126人もありがとう。今日はちょっと遅めの配信でしたが、お付き合いありがとうございました。赤ちゃん鬼ランキング堂々の2位を、堂々の2位です。ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。まさかここまで来ると思いませんでした。本当にありがとうございます。ライブランキングを最後に読ませていただきます。ドゥッ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 、10位ザイザーイザイザーイ、今度パーソナルからかいしよな9位バーバラさん、バーバラさんは紅葉カラーが似合います。ワシューさんまだいてくれとるかな、ワシューさんありがとう。虹なあこ推しだなこれは。7位チリさん、風邪治してください、治してね、大変や。そして6位迷子おにぎりさん、ありがとう迷子さん、ペタペタシール。そして5位アスカくん、アスカくん、アスカくんっていいね、少女漫画にそうですねアスカくん。そして4位みかんくん、みかんくん、アスカくん、みかんくんもいそうみかんくんもいそう。3位ドキドキキャンプさん、ありがとうございます。このチェックマークが入ってるけど、これは誰かのあれなのかな、誰かのあれですか、推しメンチェック絵文字推しですか。2位ヨウさん、ヨウさんありがとうございました。ヨウさんよいしょ。昨日のドスコアイに引き続きセブンチャイルド公演もありがとうございました。本当にありがとう。そしていつもチラッチラッチラッって感じだけど、今日はドーンって出てきてくれて嬉しいですドーンって出てきてくれて嬉しいです。ゲゾさんに教えていただいた椎茸の焼き方ずっと練習してるんで、もう美味しく焼けるようになりました。タイガーさん、タイガーベースガーさん、お星ありがとう。ドキキャンさん、最後ハートありがとうございます。コンディション大事、お肌のコンディションね、私も整えます。ゆっくり走る、あとは寝るだけ。そうだよ、プロジェクト頑張ってください。では皆さん
ありがとうございました。2075すごすぎる。トーントーン。あれ、でも玄三さんは、あ、そっか、焼き方玄三さんは売ってるだけか。玄三さんは椎茸屋さんなだけで、大所さんはちゃんと焼き方屋さんだわ。間違えた。ではでは、カズマルさん今日違うルームでも見かけちゃったな。では最後私もここスクショします。これかぶった方が可愛かったので、かわいよいしょ。皆さんありがとう。イエーイ。はい、チーズ。よし、睨んじゃった。じゃあありがとうございました。おやすみなさい。また明日会おうね。健康で会いましょう。健康だお。玄三さんは椎茸屋さん、直のチーズ椎茸屋さん、ピュアホワイト、これはベージュホワイトマーコです。おやすみ、おやすみ、おやすみなさい。